皆さんこんばんは、ジェキーです。本日も月風マデンアンダイングムーン続きからやっていきたいと思います。よし、行くぞ。ペンとあとは何かな。傘が使いにくいんだよな。前回もちょっと使ってたけど、いや前回は使ってないか、前々回に触っただけか。で、曲がったままもなし。なんか、解放はできない。傘もできないね。まあ、今んとこ何にも変わんないね、最初の状態と。いや、これいつになったら、ちょっとずつ強化できるようになるんだろうな。まあ、とりあえず、こういうね、雑魚をいっぱい倒していかないといけないっていうのはね、なんとなく分かったんですけど、ちょっといろいろ強化したいね。よいしょ。で、そうだね、今回はあいつオウムカで2面のボスだね。あいつなんとかしたいよね。ちょっとあそこまで行けるかどうかさえまだ怪しいけど、一面のボスも前回運だからな、勝ったの。攻撃を何にも回避できてないから今んとこ。ちょっとそこら辺見極めたいね今回は。で、毎回ちゃんとボスには行けるような感じの安定性をね、出していきたいな。なんだ？これは4だね。危な。ちょっと、拾いたい。あ、回復が上限。やっべ。マジか。そこにいんのやだな。よいしょ。まずはこいつを。あ、浮いてる。やべ、よし、一体ずつ丁寧に。いや怖っ。つうか、この一面であんまりダメージ受けちゃいけないんだろうな、そもそもね。分かってはいるんだけど、やっぱりさすがに難しいね。よいしょ。鎖はこれどこで使うんだろうな。絶対なんか違うよな、届かないしな。よいしょ、よし、くれ、よし。こういう使い方か。なんかでも攻撃力が、鎖の攻撃力が高くなれば、遠くから一撃で雑魚敵処理とはできそうだけど、ちょっと今の段階だとむずいよね。とりあえず一番安定する剣だな。金棒ね。金棒使うぐらいだったら剣でいいんだよな。でもなんか光ってんな。強いのか。いや、そんなことないね。一応、鎖よりはいいか。ん？こうか。よし。いや、でも、金棒使うか？よし。遅い的にはいいかもとか思うんだけどさ、回避できなかった時の恐怖があるよね。この攻撃モーションに入っちゃっててさ、あ、何もできないっていう状態で殴られるの超きついから。ちょっとやっぱまだ変かな。こっちは行き止まり。ちゃんとお金を集めてこうね。よし。いや、もうでもここら辺の探索は慣れたもんですね。
できればね、後ろの竜骨機まで、後ろに見えてるあいつのとこまでダメージを食らいたくはなかったんだけど、でもあれだよね、一個右側にさ回復アイテム落ちてるもんね。最後にあれ拾っていけば全開で挑めるかな。やべ、よし、オッケー、やべ、こっち側あぶね、よいしょ、オッケー。いやーすごいな、マップが全然覚えらんない。お、ショップがあるね、よいしょ、お金、お、バッカラバッコ、傘ね、フル傘、あれ、そういえばさ、俺の必殺技ってなんだ、強攻撃、ああ、そういう感じね、一撃が超重いのかな。傘はとりあえずいらないとして、一回やってみるか、強攻撃、気づかれないように後ろ回って、気づかれた、やめねーあーでも一撃だな、あ、ここにあんのかボス、なるほどね、オッケー、ボスの場所は掴んだ。一回ショップ行こうか、じゃあショップ行ってどんなもんが売ってるか、傘、お、第3、あー第1、ちょっとこれ使ってみるか、剣を手放すか、よし、ちょっと賭けだな、第3だね、うん、で服装備も全然なんだな、これを強化しといて、これもやっとくか、服装備はいいかな、とりあえず、ちょっと今んとこあんまりしっくりきてないけど、この装備品たちにはどうかな、うん、まあ使いにくくはないね、早いし、ちょっとこいつで移動しよう、なるほど、今いる場所から左上行って下に下がっていくのがいいかな、よし、あー、うん、いるんで何もさせないっていうのはいいかもね、どうだ、この武器を使いこなせるようになりたいな、いやちょっと危ねえあー、なんかクリティカルが出やすかったりすんのかな、どうだ、今のだけじゃ何とも言えないかもしんないけど、結構なんか今きらめきって出てたよね、あれって多分クリティカルのことだよね、よいしょ、であとはここから下に下っていくとなんかある、よいしょ、危ねえ、やつがさ、服装備がまだ一個も出てないよ、あれ、お、やった、一段階、このなんだっけ、何モードだっけこれ、ちょっと強いやつになった、ね、そしたらアモ解除されるのか、早えな、あれ今回ちょっと弱くない、いけるかこれ、やばいかも、
出た有効付き。いや今回はね見切りたい、とりあえず。はいはいはい、まきびしをとりあえず置いといて。あ、痛いなあ。まきびしってなんかあれなんだ、消えたりするわけじゃないんだね。ちょっと待って、これは、あ、今避けられた。よし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 。遊んであれだ、回復してくんの忘れたな、ミスったな。あ、来た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 、強くなる。あ、痛い、クラッチした。くっそ。でここになんか置いといて、よし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 。でこいつをどんどん、あ、そうこのモードになればいいんだ。よし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 。で刺すと、いや OK で、ダメか、ここにいっぱい撒いといて。やばい、当たる、当たるか、当たんのかい。うっそ、わかんねえあれ。ちょっと待って、一回回復していった。いやわかんねえあれ、かわし方が。100直撃1。やべ、なに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 、あ、なに、あ、倒した倒した倒した。やべ、ただただパニックだった。あ、なんか前回よりアイテム多いな。やった。ああ、これさ、青い炎のやつ何なんだろうね。下のなんか強化のやつがいろいろ変わってるけどさ、切り替わってるけど、あれはどういうやつなんだ。傘が強化できる。ああ、これもいける。おう、なるほど。いやでも言うてだな、そんなだな。ああ、なるほど。服装備はまあいっか、とりあえずだな。あ、まがたま増えてきたね。あ、増えてる増えてる。よしよしよし。どうですかね。というかもう回復も何もないし、これこれどうすりゃいいんだ。一撃死モードだぞ今もう。おわ、もうよ、弓矢でさえ怖っ。ねえ、危ねえ。いや、どうしよう。いや、出た、ワニュード。あいつ、どうやって。くえ。こっち来たとき、足元削るか。あ、来ねえ。来ねえのかよ。来いよ。よし。入るけど。そんなだな。ここに撒いといて、よし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 。あ、いいぞ。よし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 。オッケー、こういう戦い方できんのか、まきびしがあると。まきびしいいな。やべ、あいつも怖いな今となっては。もう落ちたら終わりだしね、あの針の上とか。よいしょ、オッケー。針が怖え、針、やめね。落ちるって思うとなんか落ちそうになる。よいしょ。うわ、なにこいつ、え、なに今、なんでダメージ入った、全然わかんなかった今。嘘だろ？
く。そっか。やっぱあれだね、最初の方でその強化がうまくいかないとローグライクはこうなっちゃうっていうお手本のような回でしたね今のは。そんでまた傘が置いてあるわ。傘いらないんだよな。というわけでね、かなり短いんですけど、一日一挑戦でやっていくっていうのをね、ラジオで言ったばかりなので、今回は、挑戦はここで終わりかな。うん。で、ちょっとあれだな。宝物庫で、見ようか。敵の情報を知るのも、戦いのうち。おー、三つ目首。元は人間の子として生まれ、この妖怪は、魑魅魍魎となるべく、地獄で行を行った。真摯に邪を浴び、魔を招び、果てにある入道より目玉を授かると、三つ目首と相なった。ああ。すげえな。もう完全に、なんかもぎ取られたような感じだね。体から。えぐいわ。和乳道合ってた。燃え盛る牛舎の車輪に恐ろしき生首がついている。この魑魅魍魎は止まることなく地獄を徘徊しており、姿を見た者の魂を抜こうと襲いかかる。ああ。和乳道。鬼太郎とかでもよく出てきたよね。昔。最近の鬼太郎知らないけど。ガキ。こいつも合ってたね。飢餓に苦しむ人間が取り憑かれ魑魅魍魎となった。ひねもす上に苦しみ、食い物を求め地獄をさまよう。迷い入る人いれば、それも彼らの餌食となろう。ああ。こいつ、なんでデスクローを放ってくんだろうな。すげえ立派な牙があるからさ、噛みついてきたらいいのに。手の方がやっぱ攻撃に向いてんのかな。お、龍骨鬼。千年前、初代月風魔によって封印された魑魅魍魎。長きにわたる月死と地獄のつながりはこれより始まった。龍骨鬼が蘇った今、大穴からは地獄の勇気が溢れ出ている。ああ、こいつのせいなんだ。ああ、千年前から。長いね。まあ、そんな感じかな。今回の、愛すべき敵紹介は。はい、というわけでね、次回はね、もうちょい、頑張って進めていこうと思います。はい。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では、おやすみなさい。